では今日ご紹介しますのはこちらローランドのもう業界では定番と言ってもいいこのレコーダーですね。4チャンネルのポータブルレコーダー R44 ご紹介してまいりましょう。実はですねこの R44 私の、自前の持ち物でございまして、ロゴとかがかなり古かったり、今出てるね R44 とはちょっと画面の仕様が違ったりするのはちょっと申し訳ないですが、まあ、それぐらい私もこの大好きなレコーダーということでご了承いただきたいと思います。このレコーダーの最大の特徴は4チャンネルの、音声を 24bit192 最高ね 24bit192kHz で取れると。しかも取る媒体としましてはこっちですね、 SD カードスラットに入れまして SD カードにダイレクトに収録するというものでございます。このミキサーが、レコーダーがなぜ便利かと言いますと、ちょっと今一瞬言い間違えたいわゆるミキサーとしての機能といった使い方も含めて、いわゆる収録の現場ですね。多分今日これご覧になっている方は業務でお使いになっている方、いう業界の方も多いかもしれませんが、いわゆるフィールドレコーディングという外でレコーディングするときにすごく便利な機能というのがいろいろ入ってます。でそういったところを、実際に使った感覚とかも含めてご紹介していこうと思います。今日はですね早速このようなアナログのワイヤレスのピンマイクですね。ここにあるようなこういう、ピンオートとかこういうピンマイクを使いまして、収録する。例えばインタビューを収録するときとかよくあるセットとしまして、こういう、ピンマイクをつけて、あとちょっとねこっち側に用意しましたけど、これねガンマイクって言われるね、非常に指向性が狭いタイプのマイクを使って収録するという組み合わせが多いんですが、そういった外ロケの時に威力を発揮する機能がたくさんあります。では、まずこういった外収録、ロケでの収録っていったことを前提とした使い方というのをご紹介してまいります。まず R44 の右側面を見ていきましょう。右側面には、もうコンボジャックですね。TRS のボーンとキャノン端子が、XLR の端子が入ります。コンボジャックが4つ並んでおります。で、ここにですね、今1、2を開けて、3に先ほどのガンマイク、で4チャンネル目にワイヤレスのマイクをピンマイクを入れてます。なんで1、2が開いてるかと言いますと、実はこのレコーダーですね、じゃん、ここにマイクがある。これ本体でもね収録することができる。ハンディレコーダーちょっとでかいですね。ハンディとしたら相当でかいんですけど、実はこれがですねすごく便利だったりすると、4チャンネルね、もちろん撮れる現場とかよく私は音楽系の収録がメインなので、ホールとかで撮るんですが、外部の、ホールのラインをここに入力して、あと、ここにアンビエンスのマイクをステレオとか入れるっていうケースもよくありますが、例えばこれがフィールドレコーディングとかになってきますと、とにかくメモ録をしたいとかですね、チャンネルがせっかく4チャンネル撮れる項目がありますので、例えばこれが音声のレコーダーさんが音声マンが持っているとします。で、演者さんというか喋る方がこのピンマイクと、ガンマイクで音を拾っている。でここで横でここから使います、ここはカットです、今何とかが起こってますみたいなメモ録を取れる。もしくはですね、結構これ性能がいいのでメモ録だけじゃなくて、実際にこれをある程度のこう、室内とかに置いておいて、室内のいわゆるアンビエンスをもうこれで取っちゃって、実際にこうさ収録したもので使ったというケースもあります。本当にねローランドとかにもこれハンディタイプのレコーダーとかありますが、そういったマイクユニットっていうのはね使われてますので、非常にいい音で取ってくれます。でかつですね、ここに網が見えます、点々が見えますが、ここに内蔵スピーカーがついてますので、その場で再生して確認することもできると。ヘッドホンしてるケースがほとんどなんですけど、例えば本体だけでもこれを聞くことができるといった機能とかも満載なのでかなり便利です。そしてアウトプット側見ていきましょう。ここにもね一部デジタルのインプットがありますが、デジタルインプットアウトプットが揃ってます。それからここにですね、今1、2と指してますが、3、4と RCA のピンジャックが4つ並んでます。はい、でここが SD カードスロットですね。このダーキングスの中に USB の B 端子と SD カードのスロットが隠れております。
まあ、ちょっとここにもねまだ面白い端子があるんですが、このあたりの説明を後にしましょう。使い方はこれ非常に簡単です。まあ、レコーディングトンと押した瞬間にもレコーディングが始まると、はい。まあ、レコーダーに対してね難しいレコーダーってあまりないかもしれないんですが、通常はですねこのようにポーズボタンを押しながらレックを一度押して点滅状態になりますと、これでレコーディングが待機、レコーディング待機の状態です。で、ここで今マイクのレベルを調整取っていきます。センスと、まあ、レベルとこの2つリングを変えていきます。こうリングを動かしますと画面上にですねここに、まあ、どれぐらいの、設定になっているかってことが出てまいります。これ1、2はこれ今インターナルマイクなので、まあ、高感度になっているという説明で、これを外側で、原因を変えていってます。今プラ4から、マイナー56というかなりねこのレンジは広いですね。で、適切なレベル、今日はちょっとねデモなので高めに設定してますが、それでセンスレベルを変えていくという形です。チェック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 、チェック。あ、そしてあとはこちらのマイクですね、ピンマイクちょっとチェックしておきましょう。ああ今これ4チャンネル目に出てきました。こちらの、ガンマイクも、カリカリと出てきますね。ああチェック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 、ああはい、これでも収録開始というわけでございます。収録機能ではあと面白い機能としまして、プリデック機能、プリレコーディング機能がついてます。で今この待機状態でずっとありますけど、例えばあ始まっちゃったとかね、記者会見始まっちゃったとかイベント始まっちゃったって時にポンと押しますと、その、設定した数秒前から、設定したあのボタンを押した数秒前から、再生することができます。この時間は、こんなの設定で自由に変えることができます。さあ中のメニューとか見ていきましょう。レコーディングセットアップからずっといろいろのにねありますよね。 SD カードの設定までインターフェースはね非常にシンプルですので分かりやすいです。このレコーディングセットアップでエンターを押していきます。それから、ずっとしてます。ここですね、よいしょ、プリレコーディングの秒数っていうのが出てきますので、これでくるくるとこう回して、この場合の設定では5秒ちょっと前かもしくは約11秒前からっていう設定ができます。さあ設定の項目入りましたので、中も一緒に細かく見ていきましょう。先ほど、まあ、便利にいろんな組み合わせができますといったところ、このインプットセレクトっていうところの項目に出てます。このインプットセレクトを変えていきますと、これインターナルマイク、あのアナログからいきましょう。アナログ、それからデジタルだけ、インターナルマイクだけ、それぞれ単体で撮るという設定から、デジタルのインプットとアナログのインプット、これを2チャンネルずつ組み合わせるという方法、インターナルのマイクとアナログ、これは今の設定ですね、はい、こういったさまざまな組み合わせが、選ぶことができます。この非常にねこの、選び方っていうのは自由度が高いので、気に入ってます。インターナルマイクプラスアナログ、それから1個下に降りましてレコーディングのセットアップ、まあ、441から48、映像系の方はねやっぱり48キロで撮られる方多いと思います。から88、96、まあ、96とかね192っていうのもね対応してきますので、この辺は非常に便利です。今48で、でビット数もね24、16切り替えることができます。もう一つ面白いのはこのレコーディングモードって言いまして、これがモノラルをそれぞれ1、2なのかステレオ1なのかって、これを今、選択が、ステレオの選択になってますので4チャンネルにしましょう。インプットこれですね、これにしておいていきますと1、2、3、4モノラル4つにそれぞれ波形を分けるか、ステレオで1組ずつ、あ2組ですねまとめるか、もしくは4チャンネル1個っていうねモードにするかとか、こういった、選択ができます。プロジェクトネームから、リミッターリンクとありますが、これは本体にねリミッターがついてます。ここにリミッターのスイッチがあります。これをオンにしますと自動的にトップがねリミッターがかかるということで、まあ、収録時非常に安心な機能なんですが、このリミッターのリンクもそれぞれ組み合わせ変えることができます。それぞれバラバラなのか1234の組み合わせなのか、12はセットだけど34バラバラなのか、この場合今日はインターナル例えばステレオで撮ってますので、1、2をステレオ、それから3、4をモノで撮ってるみたいな状態の時には、このように1、2は、ステレオリンクをして3、4はモノラルで出すと
ていた。このあたりもね、ちゃんと使い、勝手が、使う側の気持ちがよく分かって作ってもらってるということが感じます。はい、こういったところですね。さあ、レコーディング機能いろいろもう少し見ていきましょう。実際の使い方としてね、私もほとんど説明書見ないタイプなので、最初はどうしようかなと思ったんですけど、このメニューの中の設定項目を見て、あと、まあ、チラチラと触ってるうちに覚えちゃったっていう感じですね。よく読んでいくと結構みんなねヒントがあるんですけど、まあ、今日は皆さん映像をご覧の方にはこれだけ覚えておいてください。これね、この モニターレベルを調整できるこのつまみなんですが、プッシュすることによってどのモニターを選ぶのかっていうことをセレクトすることができます。今何もない状態からこれ4つまとめてステレオでヘッドホンで聞くというもの、それから1,2,3,4 を聞く、もしくは、はい、1,2,3,4 バラバラで聞くとかですね。これはプッシュするたびに選択することができます。ですので、レコーディング中に今どのマイクがどんな状態かなっていうのは、これをプッシュすることで、はい、好きなところを選んでモニタリングすることができます。はい、このあたりも非常に便利な機能ですね。それからあと、まあハードウェアというか本体としてのスイッチで見ていきますと、このファンタム1,2,3,4と4つそれぞれパラでかけることができます。それから操作をした後に何か押してしまわないホールドボタンからローカットスイッチとかですね、分かりやすい機能というのがここに全て揃ってます。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。